クトゥルフ神話 TRPG 風の又三郎始めていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほなキャラ紹介の前に、はい、とりあえず今回事前導入があるのでちょっとそこだけ喋りましょうか。事前導入俺やろ。はい、ある6月の昼下がりのこと、高校2年生の彼もしくは彼女、あなたたちの自宅に一通の封筒が届きました。ニナトル小学園理事長に行ったほのか、宛名にはそうあります。封筒を開けば中には、先端特別教育区域ニナトルフへの入学許可証が現れました。先端特別教育区域ニナトルフ、通称ニナトルフ学園、名前では聞いたことがありましたが、まあ、世界的に有名になりつつあるこう閉ざされた山中にある学園都市ですね。うん。その学生たちは中等部3年、高等部5年間もの間、その町だけで生活しているといいます。あなたたちの元に届いたのはその高等部2年への編入を許可するものでした、といった感じの事前導入がありまして、あなたたちはまあそれぞれの思いでこの編入を受けまして、ニナトルフへと向かうことになりました、はい、というような背景があった上で、はい、おのおのキャラクター紹介お願いします。 PL 紹介もしてもいいよ。いいよいいよいや誰も最初に言ったからない。あ、デックス順だと思ってた。いつもデックス順だから、やります。はい、はい、ということで無能でございます。よろしくお願いします。お願いします。キャラクターはおとなし、あ、この白衣を着たな謎の爽やかイケメンは音無よしみと言います。彼は獣医学科に所属していて、委員会は総務委員会に所属しています。あ、やめますわこれ。ちょっと無理してたな。ちょっと無理があった。まあデータス的には割とちょっと高め、普通の人よりちょっと高め、なんかこうめちゃくちゃ高い突出してるっていう風なのはないかもしれないんですけれども、うん、そうですね、1個も18を超えていませんね。よしよし、ただ技能的には1個特筆しているのが生物学が、うんうん、特筆技能として持っています。99ある持ってきてます。地球上に存在を確認できる生物を大体知っているかもしれないことです。はい、であとはそうですね、まあ幼い頃から武道を学べということで杖、浄土、浄術を学んでいます。かっこいい、かっこいい、ウェイウェイウェイがかぶるで、まあで一応その獣医師を目指しており、まあその過程で農業知識とかもちょっとついて、今は自分の部屋でのプランターでなんか野菜を育てています。ラディッシュを育てていて、名前はグスコーとブドリとそれぞれ名前をつけています。名前つけてんだ。はい、なんかこう暗いところでこう植物とかとウフフウフフって会話するのが好きな感じです。ナッパー育てないんですか。そのプランター今回持ってきたってことですか。持ってきてました。まあ、もう持ってきてもいいですか。いいよ。プランターならまあ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 、まあ、あとはそうですね、おとなし一族の人間です。うん、まあ呪われた一族。ただまあそんな割と平凡な、その呪われていること以外平凡な一族のおとなし家から、何かこういうすごいところに来れ、自分のところになんかそういう通知帳というか編入届みたいなのが来るのは何かの間違いだろうと。ただ、うんうん、獣医師になりたいっていう風な夢は捨てきれないので、まあ何かの間違いと思いつつこの学園に入ってきたっていう人です。うん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 、ちょっと自己肯定感が低いのかな、もしかしたら。他の人が99あるのにねえ。それを才能とひけらかな。まあでも弾丸論破でも自己評価低いやついたしな。まあな、あんな才能あってもな。な、はい、ってな感じですかね。はい、お願いします。お願いします。お願いします。農業 14%、 14%、 乗馬 15%、 少な。
あ、乗馬部に入ってるけれども、うんうん、毎回馬にを乗り損ねてしまって馬には逃げられてるけれども、うん、それを追いかけているうちに足が速くなりました。おお、なるほど、はい、はい、なるほど、なるほどなのか、まあいいか以上です。はい、ほらお次、はい、サンドの飯より、ご飯が好き、伊豆木です。飯やん。はい、今回は、女性キャラですね。真由美千里ちゃんで、弓道部に入っていて、まあ、その弓の術に、長けてるということで、まあ、その学園に推薦されたのかなと。うんうん、で、まあ、手先が器用で、まあ、その弓道とか弓の言葉に何か正射必中っていう言葉がありまして、うんうん、正しい方法で射る弓はちゃんと的に当たるよっていう言葉があるみたい で、うんでね、まあ、その当たる前から当たったことが分かるってやつですね。そうそう、そういうやつですね。なんで、まあ、その正射必中をまあ体現したような女の子ということで、うん、まあ、手先が器用なんで、まあ、デックスは16あるかなと。早い、はい、2人とも本当に。なんで、まあ、大体距離感とかその風の流れとか、うん、読んで、あ、こういう方法で打ったら確実に的当たるなぐらいの感覚で、もう、まあ、テンプの際ですね、もう、いわばで、まあ、弓道が99で持ってきてます。はい、で、所属委員は緑化委員会です。まあ、こんな感じの女の子が緑をめでてるのっていいよなっていうので委員会しました。だ、もうね、ズッキーの性癖がただ刺さってるだけなんだよね、この女の子。で、まあ、一応弓道部に、はい、所属してるんで、そのなんていうんですかね、その武道のたしなみというか、まあ、その礼儀作法とか、まあ、そういった部分も、まあ、しっかり学ぶということで武術学科に所属しております。まあ、これぐらいですかね。で、まあ、ムノさん同様、能力は18を超えてるものはないと。そっか、ね、人の枠に収まってます ね、 そうだね、はい、ちゃんと人の枠に収まっている、ね、人間なんだ ね、 ね、不思議だよね、不思議だね。はい、以上です。はい、と次、はい、今回トーマアルちゃんという女の子をやらせていただきます。ひなぴよです。よろしくお願いします。お願いします。まあ、ここの職業に書いてあるんですけど、超高校級の発明家って書いてあるんですけど、俺的に多分メカニックかなんかだと思ってるんだけど。そうだね、メカニックの方が正しいかもしれないね。まあまあまあ、ちょっともちろん某弾丸なんちゃらとかそういうのもイメージしてるってのもあるんですけど、私が参考にしたのって、学園アリスっていう漫画とかアニメにもなってるお話に出てくる、その発明家のアリスを持ってる、アリスってなんか能力のことなんですけど、そういうアリスを持ってるっていう今井蛍ちゃんっていうキャラクターを本当にガチで意識して作りました。もうなんでそのままだと思ってもらえればいいと思います。あ、バグリだ、バグリだ。でもその子は漫画上では小学生とかなんで、それがでかくなったみたいなイメージですね。で、能力としては、うん、なんか APP が19とか、ね、手先の器用さが8なんか、ね、より低いんですが、そうですね、おや、でもなんかできちゃうんだね。これは言っとこうと思ってたんですけど、うん、APP19 って人間の限界超えてるので、そうですね、多分あなたの顔を見た人は3チェック入ると思うんですけれど、え、美人すぎて。そうで、多分失敗して発狂したらあなたへの異常な執着みたいな発狂内容が入ると思うんですけど、だからみんななんか割とストーカーになっていくんだな。そういう感じでよろしいですか。多分他の PC たちにもこの3チェックは入るんですけど、あ、しょうがないんじゃないかな。だって美人なんだもん。いや、おとなしい生物にしか興味ねえから。まあ、3チェックに成功すればいいだけの話なんでね。ああ、そうだな、そうそうそう。早速時代ができました。で、あとイントもね22と、うん、
本当だ。今みんな連動してる。なんで、私自身が発狂するときはアイディア絶対成功しちゃうかなっていう。110もあるよ、ね。アイディア110。鏡見て発狂せんのかな。アイディアが得意なだけで作成は実は得意ではないのでは。いや、まあね、ひらめきとかはすごいんだけどね。作れるかどうかはまた別の話、まあ試しに振ったら爆発してんじゃない。あ、そうかも。でも そんな爆発姿も美しいってことかもしれないね。おそう、ね、試しに雑談の方で振った機械修理も電気修理もどっちも失敗したんで心配です。持ってきたのは製作メカ発明で、メカを作るのが得意な子っていう感じで持ってきたので、そこのステータスを99にしてきました、うん、で、システム解析学科図書委員おことやってる、ことぶ入ってる、総局部かな、うん、に入ってるっていう感じですね、うん、でも手先不器用なんで、発明以外本当に何もできないっていう感じにしようかなと思ってたので、総局部とかでね、おこと弾いててもすごい、ことからそんな音出るんかみたいな、異様な音が鳴るから、ただそこに座って弾いてるふりしててくださいとか言われてるっていう設定にしてます、勝手に。まあ少なくとも右手は使えなそうですしね。あ、これは別に常につけてるってわけじゃないからね。違うんだ、フック船長みたいに右腕が切り落とされてる。違う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 。これはそこに砲を取り付けてる。発明品の一つですね。なんだろうな、他に。超絶美少女発明家、海外のセレブたちから本人もメカも美しすぎると評判で、取り寄せの注文と海外に来てくれという連絡がひっきりなしに来ているので、いやなんかめんどくさいなっていうので、ちょうどよくなんか山の奥になんかいい感じの学校になんか招待されたんで行くかぐらいの気持ちです。あ、そうだ、聞くの忘れてた、テトメトさんに。はい、何、荷物持つのめんどくせえなっていうので鳥型メカペット連れて行きたいんですけど、はい、鳥型メカペットって何ですか。なんか一般常識みたいに語られたんですけど、鳥型メカペット知らないんですけど。このようにありますよね。後ろについてくるタイプのなんか荷物持ちみたいなロボットを、ちゃんと人物認証とかがあるので、本人以外とか友人以外は噛みつかれるみたいな。噛みつかれる、噛みつかれる、つつかれるかな、危険物。顔見たら産地チェック入るし、近づいたらつつかれるし、産地の HP 減ったから。違う、ちゃんとね、あれで HP のダメージ与えてくるんだけど、あの人勝手に荷物漁ろうとしたら、勝手に荷物漁ろうとしたら襲われるだけで。ちゃんとおとなしいいい子ですよ。あっ、はあ、距離を置かないと。っていうやろか、せいせい、そうなんだ。っていうのを連れて行きたいっていうのを忘れてたんですけど。まあいいですけど。やったー。いいですけど。許可が降りた。なんかどっかいなくなっても俺は知らんからね。まあね、簡易的な工具セット的なものは自分の身につけられる感じでつけてるんで。フレーバーとしてはいいですけど、うん、鳥メカで攻撃しますとか言われたらはあって言われますけど、それは攻撃用には作られてないんで、別に、はいはい、あれです、セキュリティを守るみたいな、その自分の荷物のセキュリティ管理みたいな鍵ぐらいのイメージです。あ、もっとやりようなかったんか。鍵でよくないか、まあいいか、はい、まあええやろ。まあええやろ、はい。そんななんか無理のあるキャラクターです、よろしくお願いします、はい。でも階段で引っかかるんじゃないか、よろしくお願いします。階段で引っかかる、空飛ぶよ、空飛ぶ。工具中に入ってるメカが空飛ぶんですか、ブイーンって。動力どうなってんだそれ。ヘリコプターみたいなのついてる。ヘリコプター、それドローンでは。空飛んでついてきてんの、うん、なるほど、はい、わかりました。自立飛行型支援ユニット、ね、飛行型支援ユニット、ポットなの、ね、アイボットと言います。違うなんか。そう、自立飛行型支援メカペットみたいなの連れ歩いてるって書いてるんで、飛行型って書いてある。うん、ああ、はい。
やばい、早速始まる前からキーパー困らせてるわ。そりゃそうでしょ、困るわ。どのキーパーでも困るわ、こんなこと突然言われたら。だって私ちょっとその学園アリス大好きなんだもん。いいけどやった、そんな感じです、はい、すいません長々とよろしくお願いします。はい、お願いします。よろしくお願いします。さて、あと何か話しておきたいことありますか？いや、ないよ。ないです。あの、サンチェック好きなだけ語ってたみたいなんで、うん、サンチェックごめんねってだけ言っとくね。考えてなかったよ、そんな周りにサンチェックさせるだなんて。よし、では風の又三郎始めていきます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。さて、現在は9月1日木�曜日の朝4時半、あなたたちは、夜行地下鉄、ニラトロフ特急の個室で目覚めます。おはようございます。おはようございます。あなたたちが乗車した駅を夜行列車が出たのが午前2時のことでして、まあ、車内で睡眠を取ることを余儀なくされてました。ぼんやりとした頭の中で編入先である、ニラトルフへと向かっている途中であることを思い出すでしょう。あなたたちは、そうですね、あなたたち3人はまあ同じ個室に詰め込まれてるんですけど、まあ、それ以外にも1人、同じ駅で乗った人がいたなってことは覚えてます。ただまあこの個室にはいないので、まあ、どっか別の個室にいるんでしょう。で、到着予定時刻は朝の5時になってます。もうすぐ、これからの青春を過ごすこととなるニラトルフ学園へと到着することでしょう。という感じで、あなたたちは自己紹介をしてもいいし、とりあえず顔の良すぎる女の顔を見てサンチェックを振る2人はいるかもしれない。まあ、まずそんちおはようございます。顔が良すぎる。あれはもう良すぎるな。神が作りたもうた芸術に違いない。ああ、よかった。ピオさんにしないんですけど、どれぐらい減らしたいですか？200? いや1D100 ね。一般的にどれぐらい減るもんなんだろうね。待て、一般的に19超えてるやつはいねえから。あ、そっか。困ったな。まあ 1D3 とかでいいんじゃないかな。まあ、じゃあ1は 1D3 で、まあ、0は2しとくか。0は 1D3 で、うんうん、1D3 は最大値引くよ。あ、1。あ、すごい。やる子ですわ。やる子ですね。とりあえずじゃあ寝起きで正気が1減りました。なかなか少し気分が悪いわ。こんな初手の初手で3着ってことはある？あなたの常識では考えられないくらい顔がいい子がいたので、あなたの常識が揺らいでしまいまして正気が減りました。本当にお人形さんみたいだわ。失敗したってことはもうなんでしょうね、あの惚れ惚れしてるというか、やべえ、めちゃくちゃ美人だ、素敵ってなってます。はい、というところから、あなたたちが起きたところからスタートします。どんなの特急呪物。ちょっといきなりで動揺してしまいました。何？いえ、何でもありません。私の顔、何かついてる？そうですね、ついてるかもしれないですわね、いろいろと。ああ、そうだな。じゃあ、鼻がついてるね、君には。そうって言いながら、目とあと、なんかすごい馬鹿砲みたいな、大砲みたいなの持ってるね。うん、これ私の発明品。発明品？発明されてるんですね。うん、まあ使うとどうなるんですか？バカに打つと効果的。バカに打つとそれはつまりバカに打つってことなのかい？まあそういうことじゃないかしら。ストーカーしてくるようなやつを巻くための煙幕みたいな、そういう感じ。なるほど。あまり危険性はないのですね。攻撃性は特にない。そうなんだ、安心しましたわ。ごめんね、いろいろと喋っちゃって。僕、自己紹介がまだだったね。僕の名前は音無よしみって言うんだ。音無くん、そうでしたね、うん、私は真由美千里って言います。真由美さんだね、よろしく、うん、よろしくお願いします。トーマある。
トーマーさん。アルでいい。トーマーさんですね。じゃあアルさんよろしくね。はい、アルさんよろしくお願いします。よろしく。あとちなみにこのプランターに入っているこのラディッシュはドーン。こいつはグスリーとブドリって言うんだ。電車内に持ち込んでたんだね。グスリーとブドリ。あ、ごめん、グスコーとブドリ。グスコーとブドリ。そうなんだ。とっても可愛いだろ。グスコーさん、ブドリさん、よろしくお願いします。まだ食べないでくれ。収穫時期はまだなんだ。収穫するんですか？お名前までつけておいて。残念だけれども、これが食物連鎖というやつさ。弱肉強食。おとなしくんはそれ、植物だけどな、肉じゃないけどな。ウドリをできたら何で食べるの？まあそうだね、それはまたついてから考えようと思う。それも楽しみなんだ。マヨネーズをすすめ。2つ抱えてるってこと今もしかして？そうなるね。右腕が空気砲のやつとプランター両脇に抱えてる白衣のやつがいるってこと今のところ。そう、ほとんど手が使えないですわ。変なやつしかおらんやん。6人いて使える手が3本しかない。まあいつでもあのね、取り外しはできるから、馬鑑砲に関してはカバンの中にいつでもしまえるように。プランターカバンの中にしまったらやばくないか、ひっくり返らんか。あのちっちゃいなんかこう植木鉢的な。あ、そでラディッシュって結構でかくない？そうかな。そうか、大丈夫か。うん、あのちっちゃいよ結構。そっかそっか。うん。ほら大丈夫か。赤くて美味しい。可愛いな、ウドリー。ラディッシュ、あ、ラディッシュじゃない、グスコ。美味しそうだね。名前間違っとる。本当に愛はあるのでしょうか。そこに愛はあるんか。あるんか。ってやつですわね。はい、ではあなたたちがそんな感じでこうなんでしょうね、多分他2人も転校生なんやろうなと思う感じのトークをしてますと、コンコンと、ドアがノックされますね、個室の扉が。入ってますわ。うん、いやもう入ってるのは知ってるんだけど、起きてる？大丈夫？話できる？いや、ああ、起きてませんわ。誰？ええそうなの？いや返事しとるやないかーいって、じゃあスパーンと扉を開けまして、おひゃー。一人の生徒が入ってきます。よいしょ。どんなボケって。いや寝てる人返事しないから普通。あー、確かにそうですよね。そうだね、ここはニャーと答えるべきでしたわ。いや起きてる、ニャーも全部おかしいから、普通に起きてるようでよくない？朝っぱらから無駄に突っ込ませないでほしいんだけど。あ、これ今のボケだったんだ。あ、やばい、今回のパーティー天然しかいない。パーティー、ご本、改めて、どうもどうも、まあ、俺はこれから、君たちが入学するニアトロフ学園の先輩です。先輩なんで敬ってください。先輩なんで。敬い。先輩。敬いの目。おーおーおー、そうそう、そんな感じでね、先輩を敬わないといけないからね。これ、まあ、名前は手止めとってからよろしく。ああ、よろしく。よろしくお願いします。どこが名字で、どこが名前ですか？あ、まあ、あだ名みたいなもんかな。よろしくお願いします。という生徒がいるんですけれど、こう、なんでしょうね、明らかにあなたたちがもらったパンフから見ると、まあ、制服多分似た系統なんですけど、あの後頭部のジャケットを羽織って、中頭部のスカートを履いて、うん、あの後頭部のネクタイを首にリボンのように巻いてるっていう、うん、なかなかファンキーな、うんうんうん、あとスカートがひらひらに改造されてます。おというなかなかファンキーな感じの改造制服を着ている人だということがわかるでしょう。それ、中頭部のスカートじゃないの？ん、あ、そうなんだけどさ、後頭部のスカートってさ、黒じゃん。うん、黒地味くね。うん。いや、あとせっかくさ、こうフリフリつけたしさ、せっかくならこう長く使いたいじゃん。うん、中頭部3年しか着ないんだよ、3年しか。そっか、後頭部って5年？そうだね、後頭部は5年だね。まあ君たちは2年から入るから、まあ3年半とかになるのかな。うん、でなんだけど、あ、とりあえず座っていいって感じで、多分空いてる席はどこだ、多分ヨシミの隣とかかな。おう、でおりゃーって勝手に座ります。サンチェック入んなくて大丈夫ですか？あ、忘れてた、サンチェックをします。やれやれと後で読み渡して、
おっと100出してる。あ、だいぶ。あ、これはあるにベタ惚れですわ。はい、はい、じゃあとりあえず自己紹介をって言ったあたりで、え、なんかめっちゃ顔いい子いるんだけど。何君、え、どこ住み、 LINE やってかニャインやってる。彼氏は。ここ染めてる。って感じで、じゃああのあるに攻めて、え、攻め寄る？ここにじり寄ってきます。はい、寄る近藤みたいな感じでじりじりじり。一度に3個も質問されたら答えられない。うん。うん、ああ、そうだね。じゃあ、彼氏いる？いない。重要なそこ。じゃあ次はどこ住みですか？どこ住みはまあ今から行くところだから、まあ住みかはすぐ分かるから、ニャインやってる？ニャイン。やってる。うん、じゃあニャイン交換しよう。ニャイン。分かった。すすってじゃあスマホ。じゃあこニャインでじゃあアドレス先を流れるように交換してます。おお、手際がいいな。じゃあウヒヒとか言いながらじゃあ席に戻ります。よいしょっと。あれ何の話してたんだっけ？一緒にお風呂入ろうって話だっけ？そんな話だったっけ？ああ、そう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 。ね、で、俺はあれ、転入生の君たちの案内役的な感じで抜粋されてるわけ。ほうほう。まあ向こうに着いたらまあ最初のいい、まあなんだろう、まあ学園編入生のだいぶ珍しいからね。A 編入生の案内役ってことだから、まあなんか困った子だったら連絡してよ。わかった。うん。まあ、現時点でなんか聞きたいこととかある？まあ、答えれることなら答えるけど。テトちゃん、メトちゃん、うん、どっちがいい？まあどっちでもいいけど。じゃあテトちゃん。テトでもメトでもテトメトでも。じゃあ略してテトメト先輩。どこどう略したんだよ。むしろ長くなった。一文字も減ってないところがむしろ長くなってるけど。いやーすいません、こっちの方がしっくりで。まあ別にいいんだけど。すいません、僕ともニャイン交換させていただいてもいいですか？え、なんで？あ、そういう感じなのね。冗談冗談。じゃあ私もお願いしますわ。オッケーオッケーって感じで、じゃああなたたちはテトメトとニャインを交換しました。こうアイコンはこう首にマフラー巻いてるウサギでした。おお。このウサギかわいい。うん、だよね、やっぱウサギだよね。ウサギかわいいよね。わかるわかる。いっぱいウサギついてるね。うん、そうそう、俺ね、まあ獣医学科なんだけど、やっぱ獣医とか目指してる感じで。獣医学科だったんですか？え、あ、そうだけど、え、何？いや、いいじゃん、動物好きよ。モフモフ好きなの、モフモフ。あー、じゃあ本当に自分の先輩なんですね。え、あ、獣医学科な感じなの？あ、そうなんですね。農業家じゃなくてって、じゃあ料亭かもだから。あ、これは絶対農業系だと思ったんだけど。僕は獣医師になろうと思ってて、あ、これはちなみに趣味です。趣味で農業や、趣味なんですね。あ、趣味で農業やってるものなんですね。ラディッシュ研究会だと思った。まあ、生物学的に確かに植物だから間違ってはないだろうけれども、この子たちは植物、いや獣医学と植物はあまり関係ないな。僕はでも世の中にいる生物という生物が大好きでして、うん、あ、うん、ジュルリ。そう、そうなんだ、へー。でちょっと距離を取りながら。今ラディッシュよだれ垂らしましたわよ。え、しかも生物という生物によだれ垂らしたってことは、じゃあ獣はちょっと皆さん、あの、ご誤解しないでください。そういう意味は生物を愛しているというそれだけです。何も現状解決されてないけど。何も取り繕えてないけど。おとなしさんも獣ってことですね。獣医さんに見てもらった方がいいんじゃないでしょうか。いや勘弁勘弁、普通の医学科行ってもらっていい？ちょっと席外します。いや、冗談ですよ。おとなしくん面白いね。名前聞いてなかった。名前、うん、あ、僕はおとなしよしみって言います。うん、ね、私はマイミーサコって言います。ちーちゃんね。トーマはい、ちーちゃんです。うん、じゃあ、アータンね。アータン。いや、突っ込まないでこのまま行くけど大丈夫ってこう自止めで言われます。あ、でもしっくりしてるからな。よし。初めて言われた。
え、マジやったアータの初めてです。 V、 じゃあ V サインします。私もちいちゃんでよろしいですわ。ああいいんだ、みんなあそんな感じなんだね。いやよかったよかった。いや時々ね距離の詰め方おかしくないって言われることあるから。確かにすごい速さでしたね。ねえだってねこうねセッション時間は限られてるわけだから、あんまじりじりってるといつまでたっても仲良くならないわけ。わかるこの感じ、うん、なるほど、わかる。時は金なりですね。そう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 、金なりタイムイズマネーなのよ。あんまり話すの得意じゃないから助かる。うん、オッケーオッケー、じゃあ LINE のスタンプ連打しとくね。いっぱい来た。いやこういう話すの得意じゃないっていうからスタンプならいけるかなと思って。じゃあなんか連射機みたいな使ってポポ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 って返します。長い、早い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 。で、まあ学校は特に聞きたいことないって感じでいい？もう着くけど、だいぶ雑談してたから、うん、うん、あんまり学校について。全校生徒ってどれぐらいいるんですか？うん、全校生徒の人数、ちょっと待ってね、今そんなこと聞かれたら調べなければいけないじゃないかって言ってこう、パラパラ情報を出して、じゃあこう調べ出しますけど、すいません。どれどれ全校生徒の数は、いっぱい。ああなるほど。ちなみに僕たちみたいにこう編入してくる人って結構珍しかったりするんですか？うん、まあそうだね、言ってしまえば聞いたことないね。あ、そうなんだ、うん、今まで前例はなかったってことですか？そうだね、ニラトルフってさ結構なんだろう専門的というか、なんだろう変則的というか、外ではあんまりしないような事業形態してるからさ。事業形態、まあ編入ってめちゃくちゃ大変だと思うけど頑張ってね。うん、おはい覚悟はしております。確かになんかいっぱいあった。授業の難易度高いはずだから、うん、まあ、言うてあの中等部とかならね、あのひなんだろう、あの国で決められたカリキュラムだから、中等部まではまあ義務教育から、義務教育だからね、まあ高いといってもまあたかが知れてるけど、高校はもうなんだろうね、まあ学部とかいろいろある感じから分かる通り、もうほぼ大学みたいなもんだからさ。うん、うん、なんか専門知識に特化してるなって思った。そうそうそう、もちろんなんだろう高校としての一般的な授業もやるんだけどね、それと加えて専門的なこともやるから、うん、まあ多分はちゃめちゃに大変だと思うけど。まあでもそれを踏まえた上でも転入案内が来たわけだから、まあまあ君たちなら大丈夫なんじゃない、知らんけど。大丈夫だと思っておりますわ。うん、いつも通り過ごすだけ。うん、先輩ちなみにその理事長、僕はその理事長先生からなんかこう直接当てられたなんかこう書類がこんな感じであったんですけれども、うん、理事長先生ってどんな人だったりしますか？全然面識とかなくて。理事長先生はね、まあそうだね、アタンよりは美人じゃないかな。そうなの。女性なんですか？そうだね、女性だね。で、まあそうだね、あとねほっぺたに数字が書いてあるよ。数字ちょっと何言ってるか分かんないと思うけど、多分見たら分かるよ。おおおお、なるほど、ね、数字が好きすぎて顔に彫ったのかな。かもしんない、よく分かんないけど数字フェチズム。ぶっちゃけさ、ぶっちゃけだよ、学校通ってて理事長に会うことある？ないね、まあ、ないっすよね。あの校長先生とかならまあまだワンチャンあるじゃん、挨拶とかね。うん、理事長ってなかなか合わなくない？合わない。あ、確かに。もちろんパンフとかで顔とかは知ってるけどさ、もちろん校内で見かけることもあるけど、うん、なんだろう、あの自分の担任教師とかじゃないからさ、そんなに人となり聞かれても分かんないんだよね。あー、なるほど。そうそう、一学生が理事長の人となりまで知ってる方がおかしいと私は思います。丸。確かに、ごもっともですわね。でしょ。いや、いいこと言ったわって顔してます。じゃあテトちゃん面白いね。うん、いや、やっぱりわかる。あ、他人は俺のね、面白さがよく伝わってくれて嬉しいよ。あ、隣っていいって。うん。隣空いてない。ぎゅうぎゅう、詰めれば入る入る。ギュギュギュ、ここ空いてますわ。はい、なんか他に聞いてきたこと特になければないで駅着きますよ。
僕は特にないかな。まあいいのかな。うん。オッケー。じゃあそんなことしてますと、こう、間もなくニダトルフニダトルフみたいな、あのアナウンスが流れまして、お着くみたいだね。じゃあ、俺もちょっと自分の手荷物の準備してくるから、みんなも降りる準備しときなよって、はい、って感じで、テトメトは去っていきます。あ、キーパーすみません、はい、はい、はい、1点確認なんですけれども、はい、編入して来た人って4人でしたっけ。そう、なんかもう一人いたみたいな話だったよね、うん、言ってたな。何、誰が。でもそれがテトちゃんだったわけじゃなくて、あの駅で乗ったもう一人はテトメトですよ。だよね、うん、あ、ごめんなさい、なんか勘違いしてた。はいはい、じゃああなたたちは、世のこう手荷物とかプランターとか空気砲とかを抱えますと電車は駅へと到着します。ガタンガタンプシュー、着いたよ、グスコ、ムドリ。うん、え、何、今誰に話しかけたの。いや、ほら、このグスコとブドリにですよ。グ、て、なんて、グスコ、グスコとブドリですわ。ラディッシュ、グリコ。おいしそうなラディッシュ、ね、略してグリコかもしれません略していいんだ、そこまあでも、彼女たちをちゃんとグスコとブドリって言っていただければと。女の子だったんだ。ちょっと俺らどっちがどっちか全く見分けつかないけど。見分けがつかないんですか、こんなにも違うのに。えぇ、ー、ちょっと貸してって言って、じゃあ借りてこうくるくるって後ろでシャッフルして、どっちがグスコでしょうって聞くけど、生物学で判定しなきゃわからんのかい。 いや確かに。いや、まあこっちがグスコでこっちがブドリですって多分答えればすると思うけれども。おお、ごめん、俺どっちがグスコかわかんねえわ。そもそも答え合わせができないね。悪い、俺見分けつかねえんだったわ。確かに、あの、その辺のと床に体育座りでこうドリルしてます。どんまいよし。黒崎がね、ちょっとね、あの見応えあるやつあるから。わあ、待って。ほら、よしみさんも行きますわよ。待ってください。はい。じゃあ、まあ、あなたたちが着いたのは普通の、なんでしょう、地下鉄の駅みたいなところでして、まあ、上と登っていけば、外へと出ることができます。外に出ますと、時計塔駅と書いてありまして、こう、あの、バカでかい時計塔がドンと、駅の真ん中にそびえ立っているのが見えますね。あれあれ、エニラトルフのまあランドマーク的なあれ。うーん、こうあのオープンワールドゲームとかだったらランドマークポイントが出て、このショートカットポイントになるタイプのあれ。ここにいつでもワープできそうですね。ファストトラベルができるタイプのやつですね。うん、まあオープンワールドじゃないから、ゲームじゃないからできないんだけどね、ファストトラベル。それはちょっと残念ですわ。できたらできたね。どこでもドア欲しいよね、わかる。いつか作る。そんなメカがあればいいんですけどね。私がいつか作る、うん、ああできたらいいねって感じで一人流しながら、まあできるとは思ってないので、うん、でだよ、まあなんだあれ、ファストトラベルが欲しいのはそれぐらいこの学園がクソ広いよって話をしたかっただけで、現時刻が、大体午前6時ぐらいだね。で君たちは7時半までに農林学科棟ってところの校庭に集合になってる。そこで編入案内があるんだって。ん ?7 時半に ?7 時半に農林学科棟の校庭に集合。うんうん、で、農林学科棟へ行くには、あそこに看板立ってるの見える、あれあれ。あ、これですわね。そうそうそう、あれが道順に農林学科棟こっちって看板が定期的に立ってるから。うんうんうん、あれをたどっていけば農林学科棟にたどり着けます。なるほど。迷う人も。うん。まあ、迷うこともないんじゃない、横の変なとこにフラフラ行かない限り。うん、方向音痴だから頼むね。まあ、基本的にニナトル府内の移動っていうのは徒歩か、うん、電車が走ってんの、市電みたいなやつが。電車が。そう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 。でまあ電車乗ってもいいんだけど、まあ1時間半もあるし、普通に歩いても余裕で間に合うと思うから、最初らしい歩いてってもいいんじゃない。どんな感じか周り見てみたいっしょ。ね、この土地にまずは慣れることが必要かもしれませんわ。うん、うんうん、そうそう、そんな感じのあれ。って言われるんだけど、俺これからまた今日平日だからさ、講義入ってんのよ、朝っぱらから。やめてほしいよね。ああ。ってなわけで、悪いんだけど、君たちだけで行ってもらうことになります。
わかりましたわ。先輩でも農林学科じゃなかったでしたっけ。じゃあ獣医学科か。違うけど獣医学科だけど農林学科君じゃないの。あーいや僕も獣医学科ですえーって言うの、うん、まあいっか。で編入案内の終了予定が出て11時ぐらい、で、まあ、その後に多分案内はされると思うんだけど、君たちの荷物とかもう学生寮に運ばれてるはずだから、編入案内が終わったら学生寮に向かってほしい。俺も昼休み学生寮戻ってくるから。わかりましたわ。うん、俺まあニコドキとかなんかその他もろもろのまた学内の説明とかおにゃにゃらーとやるから、まあ学生寮の説明かなまずは必要なのは多分。午後もまた授業入ってるからさ、お昼休みの説明終わったらまたダッシュで獣医学科に行かなきゃいけないから、マジ大変だね。先輩お疲れ様です。うん、まあしゃあないしゃあない、案内係だしね。まあ大体そんな感じの流れになると思うんだけど、なんか質問ある？あとはなるようになってみますわ。なんか移動が楽なように移動手段作ってもいい？基本的にニダトルフ内ってこう軽車両系禁止なんだよね。許可取れば大丈夫。自転車とかは確か許可取れば大丈夫だったような気がするけど忘れたから、多分案内の時に高速の説明とかされるはずだし。じゃあここで見ていってや。わかった。うん、安全の面で確か車は基本的に禁止なんだよね。ただ教師とかの一部はとか研究者とかは許可取って使ってるはず。靴にモーター仕込むとか。まあ一応どうだろうな、そこら辺は講師に確認してもらえると、俺の一存でいいよって言ってダメだったらちょっと俺の責任になっても困るので。そっか。聞いてみる。うん、そしてね。あとなんかある？なんもない？なさそうかな。うん。じゃあ俺じゃあちょっと一元行ってくるからって感じでこう瀬戸目とはこう路面電車の乗り場へと走っていきました。あったかた。瀬戸ちゃん先輩ありがとうございました、うん、おーまたお昼ねーって。変な子だったねお前らが言う。まあ人のことは言えないかもしれませんがとにかく急ぎましょうか。うん、そうですね。まあ大体どこでも30分ぐらいで着く距離とは言われました。じゃあ農林学科棟に向かいましょうか。行きましょう。はい、テク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 。あなたたちは農林学科棟へと向かってテクテク足を進めます。テクテク、農林学科棟への道中には、広い畑が広がってまして、ニナトルフ学園の敷地面積の広さが伺えますね。ああいいな。で、まあ30分ぐらい歩くことになるんですけれど、そうですね、ここでなんですけど、道中の畑をこうなんか見てみたりすることもできます。うん、見ます。見ましょう。自然か植物学か博物学か。なんもねえや。農業でもいいよ。生物学はちょっと違う感じ。生物学と植物学、植物学意味なくなっちゃうからさ。あ、生物学で比べちゃうと。じゃあ農業で振ります。じゃあ一応博物学で振るか。えい。ああダメだった、うん、まあ無理か。うん、いや持ってないんで振りません。博物学は10初期値であるよ。あーそう。うん、10回に1回は成功するぞ。じゃあいけ。じゃあ葉っぱだなって思いました。ここにグスコーとブドリーを連れてかくれんぼしたら楽しそうですわね。ウスコーとブドリーはそんなに奴らじゃない。この子たちはこの子たちの個性があるんだ。クワ。じゃあちゃんと探して見つけられるってことですかね。もちろん僕にかかれば。じゃあかくれんぼしてみますか。一つの畑荒らすなよ。それしてもいいけれども、まあちょっと今ノリの中にそうですよね。じゃあ説明会が終わったらかくれんぼしましょうか。ちーちゃん結構遊ぶの好きそうだね。そうですね、楽しいことは好きですよ。なるほど。メモメモ。なんか葉っぱ一あいややめあ、もしかしてこれタバコの葉っぱだったりしますか。おお、なんでわかったんですか。えあ、しまった。そっか
なぜ上がったんですか？なんで上がったんですかね？なんで上がったんですかね？おかしいですね。なぜですかね？なんか今なんか規約重大な規約違反が発生して。違う。あなたのクリアランスにその情報は開示されてるんですかね？そうだったな、ごめんなさい。今のはごめんなさい。本当にごめんなさい。本当にすいませんでした。まあリアルイントってことで、はい、この子はカスケ、カスケじゃねえわ、ヨシミは気づかんかったということで、ね、許してください。はい、まあ知ってる人に聞けば多分教えてくれるでしょうねぐらいではあります、うんうん、はい、うん、まあね、俺はわかるよ、俺はわかるよ、室尾さんが何をしようとして何をひらめいたのか俺はわかるよ。はい、葉っぱ取ろうかなって思ったけど取らずにそのまま引き出しが開いて情報が繋がったんですよ、わかるよ。本当にごめんなさい。はい、ではあなたたちはそのまま農林学会進みますか。行きましょう。はい、テク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 、到着した農林学科はですね、まあ道中目にしてきた建物に比べれば、まあ、若干サイズはちっちゃいんですが、それでもまあ普通の学校ぐらいの規模はあるでかい、施設です。集合時間まではまあまだ結構時間もありまして、周囲の散策もできるでしょう。といった感じであなたたちは、まあ、集合場所はグラウンドだったんで、まあ、まあグラウンドでこうなんでしょうね、突っ立って待っててもいいですし、周囲をちょっと散策してみてもいい。集合時間まで時間あるからね。うん、まあ、みんなが散策するならついていくと思います。散策する人と残る人を誰かなんか別れるんだったら別れる、全員で散策するんだったらする、全員で待機するんだったらするって感じですけど。なるほど。まあでもせっかくやし散策したい気持ちはあるけど、うん、うん、うん、ついていくよ。はい、多分一人で行動はしないと思うから。わかりました。あなたたちはこうまあ時間あるしって感じで、ちょっとまあなんだろう、すぐ行ける範囲をテコテコ散策することでしょう。テコ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 。目星どうぞ。はい、目星成功。目星、はい、目星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 。おお、いい値。はい、じゃあお二人はですね、まあ、ちょっと遠目になんですけれど、端っこの方に江ノ利学科棟の端っこの方にある広場でこう綺麗な、噴水が、設置されているのが見えます。そっちの方へと向かってもいい。テクテク向かっています。うん、はい、お二人ともどうされたんですか？なんか噴水あるよ。うん、噴水ですか？ あっちの方になんか綺麗な噴水がありますね。見てみましょう。うん、はい、ではですね、噴水はこうまあそんな勢いは強くないんですけど、ノズルからこう水が絶えず出てるような感じで、まあ綺麗な噴水です。でまあ一見したところただの噴水なんですけれど、まあ、よく見てみるとその造形が少々変わっているように思います。こう自然石を加工して作ったようなものに見えまして、まあ石をこう粗く削って隙間に噴水のノズルを埋め込んでみたいな感じのもので、まあ、なかなかまあ見ないタイプの景色だなとは思います。なかなか見ないタイプの噴水？そうですね、まあ、なかなかこう岩を削り出して噴水の形にするのはまああんま見ないでしょう。うんうんうん、もう噴水なんか岩を削ってここに建ててるみたいな感じですね。一体どうやって、もともとここにあったやつでしょうか？岩を削ったんでしょうかね。アーティスティック。やっぱりここの学校にはすごい生徒さんたちがいらっしゃるということなので、そういったことに長けてる人が作ったのかもしれませんわね。うん、うん、すごいな、こういうものを作れるなんてすごいですわね。うん、よし、なんで落ち込んでるの？いや、僕なんて何かの手違いでここに入ってきたから。そうなの？でもすごく生物について詳しそうですわよ。生物については多少みんなより少しだけちょこっとだけ知ってるだけだよ。それ以外は、よしみさんが思っているちょっとは私たちと比べてはものすごい差があるように思いますわ。自信を持ってください。
ありがとう。まあヨッシーにしかできないこと、うん、きっとあるよ。僕にしかできないことか。ありがとう。そう言って励ましてくれるだけでも嬉しいよ。今私励ましたの？励ましてましたわ。そうなんだ。でもまだツルツルではないようですわね。よかった。あの、まゆみさんだったっけ？なんか、はい、結構トゲがあるね。ぐさっときたよ心に。そうですか。うん、僕はまだハゲてないよ。あ、私がハゲが増したのかと思った。そうですわね。私はちょっとあーちゃんに言ってみましたわ。まだ生えてるって言って頭スリスリしときます。はい、まあここでダラダラしててもなんですし、戻りましょうか。そうですね、うん、はい。であなたたちは農林学部のエグラウンドまで戻ってきます。テクテク。とはいえ、まあまだ集合時間までは多少時間があるって感じですね。まあそうですね。まあ庭ぐらいの広さの、まあ結構狭めのグラウンドなんですけれど、そこであなたたちがこうぼんやり暇だなって感じで、まだかなって感じで待ってますと、ですね、まあ目星でも振ろっか。うん。フリ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 。せっかくだしね。失敗、まあ、打ち足りない。わあ、わあ、すごいし。クリッカー。じゃあ、アータンが気がつきます。はい。1階のとある教室の、カーテンが目に留まります。なんで目に留まったかの理由は明らかでして、その教室のカーテンがこうゆらゆら揺らめいてたからですね。まあ、カーテンは当然教室の中に備え付けられたもので。室内からの風がなければ揺らめくはずもないんですが、まあ、窓が開いてる様子もなく、まあ、明らかに不自然にカーテン揺れてるなって感じです。でクリティカルまでしたんで、あなたはそうですね、うん、その、カーテン揺らめく向こうに誰か座ってることもまでわかるでしょう。うんうん、まあ、まだ遠いんであれですけどね。うん、あそこカーテン揺れてる。揺れてますわね。誰かいる？誰かいらっしゃるんですか？うん、誰か座ってる。変だね、窓開いてないのに。開いてないですわね。向こうで何かしてるんでしょうか？息でも吹きかけてるのかな。ものすごい肺活量ですね。確かに。そんな肺活量の生物がいるなんて。いるかもしれないですね。驚異的な肺活量の持ち主。いるかも。やっぱりこの学園はとんでもない生物がいるんだ。ワクワク。生物って言い方あまり良くないかもしれませんわ、よしみさん。人間だと思う。同じ人間ですわよ。本当に。でもあれ、人間ができるかい？人間離れはしてますわね。ああ、やっぱりそういう生物がいるんだ。まあそういうことにしておきましょう。ワクワク。よし、変だね。変わってますわね。うん。おかしい。そんなはずはないのに。うん、褒めてるんだよ。あ、そうなんだ。うん、いい意味でですわ。じゃあ特に窓の方に近づいたりはせず、この場で案内が来るのを待つということでよろしいですか、ね。うん、近づきたーい。ちょっと近くで見てみたいっすよね。うん、恐ろしい肺活量、近くで見てみたいですわね。はい、いやー、賢明なピエール諸君に。賢明な賢いピエール諸君は好きですよ。うん、ちょっと PC はちょっと賢明じゃないんで。はい、ではあなたたちが、まあ、そんな雑談をしながらも、窓のそばまで近づけば、座ってるのが、どんな人物なのか確認できるでしょう。そこに座っていたのは、小柄の、髪が長い、まあおそらくは少女であろう、人物ですね。
で、今その人物が着ている服がおそらく制服であることもわかります。制服は、あなたたちが身につけている後頭部のものと似てますが、細部が、異なっていることもわかるでしょう。ただスカートが赤かったんで、テトメトの発言で中頭部の制服なんだなってことまでわかると思います。うんうんうん。はい、で今一瞬大きくカーテンがはためいた際に見えた、少女は、そうですね、まあぼんやりと黒板の方を見てたんですけれど、明らかに異質でした。その要因は明らかで、赤い、燃えるようなシンクの髪を持つ少女だったからです。そんな髪色を持つ少女がカーテンの向こうに座っている、ですが、それが認識できたのは一瞬の出来事で、未だ、揺れる、カーテンが再び彼女を覆い尽くします。朝といった感じですね。あの子が肺活量がすごい子。そんな感じには見えませんでしたけど、やはり人は見た目で判断してはいけないと言いますからね。そうだね。すごい綺麗な髪の色だった。真っ赤でしたわね。うん、はい、確か制服的には中等部の制服でしたわね。うん、赤かったね、スカートも。ちなみにカーテンはまだ揺れてて、少女は窓の向こうに座ってることはわかりますよ、うん、コンコンってしようか。はい、まあノックはできますよ、コンコン、うん、コンコンコン。少女ってこっち向いてくれます？今はちょっとあのカーテンがまた閉まっちゃったんで。あー、コンコン、うん、コン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 。はい、コン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 、ごめんください。ノックはできますけど。はい、そういうことはできます。そういうことはできるが、しかし反応は。窓って開いたりします？開いてますよ。え、ガラ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 。はい、でもカーテンも開けれます。あ、こんにちは。で、てん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 、君がすごい肺活量の持ち主なんだね。はい、まあ、話しかけてみても、ご少女の瞳に、まあ、感情らしきものがあまり伺えないことが分かりますね。うん、声に反応してこっちを見てはいるんですけれど、それだけみたいな感じ。あ、なるほど。また、まあ、非常に小柄な少女で、まあ、幼い顔立ちをしてるなってことも分かるでしょう。うんうんうん、多分いきなり押しかけたせいで緊張して喋れないんじゃないでしょうか。そうかもしれないね。よし、未知の生物との対面に顔が怖かった。そんな怖い顔してたのかい。僕はすごい未知も荒かったですわ。 PC の中に医学を持ってるやつがいる。まあ状態見たいなと思えば振ってもいいし、別に気にしないなら振らなくてもいいです。振ります。はい、えい、おお、ああ成功。じゃあ彼女、めちゃくちゃ反応悪いんですけれど、まあ、なんでしょうね、顔色が悪いとか体調が悪そうな雰囲気ではなくて、まあ、強いて言えばこう寝起き直後でこう頭がぼーっとしてる感じみたいな、それに近い体調なんじゃないかなとは思うでしょう。また、彼女のこう真っ赤な髪をこう染めてるとかじゃなく、多分地毛だなってこともわかります。生まれ持ってのものなんでしょうね、あの鏡は。生物学的に興味深いね、それは。でも医学で振っちゃったのよ。少女がどんな授業を受けてるかってなんか分かったりしますか？見えたりしますか？授業は特には。あ、少女が一人座ってるだけですね、この空き教室。そうですね。うーん、うーん、ではあなたたちがそんな感じで少女と異文化コミュニケーションを取ってますと、うん、突然、突風が吹きます。突風はこう開けた教室の窓からあなたたちに向かって吹き飛びます。カーテンが大きくはためき、驚いたあなたたちは一瞬目を閉じるでしょう。大きく吹いた風は一瞬のうちに収まり、あなたたちはすぐに目を開けることができるが、教室には先ほどまで少女が座っていた席、その場から少女が忽然と姿を消しているのがわかります。ありゃ、おさんち、おさんち、おさんち、ここに人がいたのにどこに行ったんだ。今いた少女はどこに行ったんでしょうか。いたのに、きっとトイレだな。あの人間が窓から来てた一瞬で、おそらくトイレに駆け込んだんだろう。でしたわね。では失敗した人は1点減らしておいてください。はい。
なんて肺活量だけじゃなくて脚力もあんなにすごいなんて実に興味深い。風が吹き出すほどのスピードということでしょうか。びっくり。足音もせずにそんなスピードで移動を。人間じゃない。なんて興味深い生き物なんだ。すごいワクワク。生き物って言っている。ああすまない、つい癖が。あの子も行ってしまいましたし、どうしましょうか。この空き教室から追いかけるなんてこともできなくはないですけど、さすがにこれ以上は。そうだね、うん、どこに行ったのかもわからないし、うん、校庭に戻ろうか。うん、そうしましょうか。はい、では探索意欲の薄いあなたたちは、そのまま校庭へと帰ります。ああそっか、教室の中ちゃんと見ればよかったな。あ大丈夫ですよ、別にね、大丈夫ですよ、はい、大丈夫ですよ。大丈夫かな。大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、やらかしちまったか。いやマジで大丈夫だから。あよかった。はい、ちょっと待って。余計なことには首を突っ込めってことね。まあ探索者なんで。はい、ではですね、あなたたちは校庭へと戻ってきますと、おー、君たちって感じでこう声をかけながら、近づいてくる人影がいることに気がつきます。よいしょ。よいしょ。はい、大きめの手帳、まあ、生徒名簿のようなものを手に持ちまして、おそらく、まあ、彼が講師であろうということは察することができるでしょうね。うんうんうん。いや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 、君たちが、今回の編入生3人で合ってる？はいはいはい。確か、やかましと、ん？眉毛と、眉毛？トータだっけ？なんか、惜しい。かすってはいる。あれ違った？音なしです。音なし。ああ。私はまゆみです。ああ。僕かすってるどころか真反対じゃないですか。トータでいいよ。ああ、トータくんだけやってたのね。オッケーオッケー。うん、合ってないけど。いやね、僕もね、こういきなりね、編入者案内しろみたいなことね、急に言われたからね、マジでね、困ったもんだよね、こっちとしてもね、仕事あるのにね、ね。3チェックしなくていいですか？今日は3チェックしなきゃいけないね。君ね、顔えらい顔がいいね。ね、僕の3チェックっていくつだろうね。まあ、決められてないから1D100フローね。これ強靭センサーになるんか。3チが、いや僕の3チは75もあるから、これはまあ減らないね。おー。減らない減らない。うん、あら君なんだっけ、アイドル志望だっけ？あ、美術系だったかな、確か。僕の記憶が確かなら。違う。違った？あ、まあそうか、まあそういうこともあるさ。この人って人。全然記憶が当てにならない方ですよね。うん、あなたは先生なんですか？あ、そう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 、吉田吉田なんだっけ、吉田明人ってんだよ。まあ君たちの担当することは多分ないと思うけど、今日だけの関係になるかもしれないけど、よろしくね。よろしくお願いします。吉田先生は何の先生なの？僕の担当は私学科だね。私学科。うん。ああ。君たちの中には専攻は確かいなかったはず、多分。うん。そうですね。うん、まあそんな感じの話をしてるんですけれど、あなたたちはその男性の影に隠れるようにですね。もう一人の小柄な人物がいることが分かります。その少女の髪の色は燃えるような赤色でして、うん、こう見間違えることもなく、こうあれですね、先ほどまで教室の中にいた子だということが分かります。なんか可愛い、うん、さっきの子ですかね。この子はね、君たちとこう同じタイミングで中等部の2年に潜入する子でね、名前は風のみつかちゃんってんだ。仲良くしてあげるように。うん、まあよろしくお願いします。よろしくね。よろしく。では彼女はこうボヘーっとしてる感じで特に反応もしません。うん、さっきもそんな感じだったね。ん、さっき、ああ、なんか空き教室に座ってた。いや間違いじゃない、僕だってここまでこの子と一緒に来たし。あれ、え、
眠気なんじゃないの。まあ朝早くから寝台列車だったしね。赤髪の子が他にもいるんですか。え、いや知らんけど。知らんの。うん、あれね、この学校何人生徒いると思ってんの。僕も覚えてないけど、いっぱいいるんだよ、いっぱい。そんないちいち覚えてらんないよ。確かテトメト先輩の話ではたくさんいるって。ああそうだね、たくさんいるよ、たくさん。マジマジ、なんか適当だね。まあとりあえず案内するからさ、中入ろうぜ。中でも立ち話もあれだし、ちょっとまあ僕はきっと基本立ちっぱになるような気もするけど、いやだよね、教師って。教師も座りたいよね。そうだね。ここまで歩いてこられたんですか、先生たちは。どっちでもいいんだけど、まあ多分これキャラ的に歩かなそうだから電車かな。なるほど、いや楽するところは楽するべきなんだよ、現代人としてはね。手を抜けるところは抜かないと。なると潰れちゃうからね。まあとりあえず入った入ったって感じで、あなたたちはこう農林学科の、島内へと案内されます。で、案内された教室はですね、まあ先ほど、ミスハが、ミスハと呼ばれた少女が座っていた教室ですね。おおこ、また適当に座ってよ。では失礼します。お邪魔します。適当に座ります。どうしようかな。窓際の席で。後ろの席で。じゃあそれに綺麗な三角形になるような感じで。君たちあれかい、仲悪いのかい。うん、三角形作りたいのかと思って。いやそういうつもりで座ったわけじゃないんだけども、前の方は。意味はなく、まあ、とりあえず名簿しどうぞ。はい、はい、名簿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 失敗。嘘でしょ。ありゃ嘘でしょ。ありゃありゃ嘘やろ。マジか。あなたたちは特に何も見つけることはなく。おーい。あー、ちなみにミツハ君もどっかなんか誰か適当にとか近く座らせといてよ。あとなんでわざわざ後ろ行ったら、そんなに僕のこと嫌いなの。別に聞き逃しても僕は困らないからいいんだけど。あ、いや、そういうわけでは。ちょっと前にじゃあ。はい、じゃあちいちゃんの近くに、崩れたから。そう、ちいちゃんの近くに行って、あとミツハちゃんもちょっと手招きするかな。はい、あ、じゃあこうミツハの背中をこう吉田が押しまして、吉田はじゃあトーマの近くに、アルの近くに座ります。うん、ガタコトガタコト。さて、そうだね、では説明を始めよう。さて、編入者の職、ようこそ先端学園、特別区域ニラトルフへ。あ、まずこれ配るからねって感じで、吉田はこうカバンからこう4冊の、生徒学生手帳を取り出します。こんな感じのやつです。それをあなたたちに配ります。はい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 。でまずは、あ、まあそうだね、自己紹介からしようかって感じで、こう黒板にこう吉田明人志学部講師って感じで、こう電話番号とか書くと書きます。え、電話番号も書くの。うん、まあ一応ね、編入案内担当ってことになってるから、何かあれば連絡してもいいよ。まあ出るかどうかは分かんないけど。うん、なるほど、メモメモ。で、まあミツハには、まあちょ、そうですね、とりあえずあなたたちにはこういろいろ資料とさとさ渡すんですけど、ミツハは中等部用でなんかこう別の資料とかが机に積み上がってはいくんですけど、こう積み上がってるのをボヘッと見てるだけで、こう開く様子とかはありません。うんうん、だって、でとりあえずなんだが、そうだな、まずはまあニアトルフ STN からだろう。その手帳を、開ける。うん、うん、これね、まあ手帳してるんだけど、まあ電子媒体でもあってね。お、まあいろいろと、ニラトルフ STN ってやつにアクセスできるんだってことで、あなたたちには事前にダウンロードしてもらったこのエグゼファイルですか。ニラトルフ STN のエグゼファイルを開いてもらって、おお、あのアプリケーションニラトルフ STN を開いてもらってもいいですか。アプリケーション、ね、恐ろしいことが起きるので。なるほど。あ、すげえ、ちょっと待ってよ。待ってよ。びっくりすることが起きると思うので。すごいすごい。アプリケーション、
そう、ミナトロフ STL って書いてあるアプリケーションのやつを起動してください。え、マジで？先生、ちょっと待ってくださいね。はい、あのマカフィー先生が。あれ、開けない。これか。お、え、すごい。あ、え、あ、すごい。あ、ちょっと待って、これ映したいんだけど。 ID 入力画面でとりあえず止まっててくださいね。ちょっと待って、もう一回。宇野さんが追いつくまで、うん、開き直したい。すみません、開き直したいので、ちょっとお待ち。休憩挟みますか。いい時間に。そう、そうだね、一回挟もう。一旦休憩挟みます。はい。いや、ちょっと全然ホタルちゃんじゃない、ね、知らんけど。ホタルちゃんも知らんから知らんけど。いやー、新田ほのかか。新田ほのかか。ちょっとトイレ行ってきます。好きなことあるな。